薩摩仙台市仙台宇宙館は、鹿児島県薩摩仙台市営利町にある、薩摩仙台市立の科学展示館及び天文台で、ある。エレベーターが各階を結んでおり、車椅子で望遠鏡のある屋上に上がることが可能。周辺は、薩摩仙台市営公園、寺山憩いの広場として整備されており、花園、ゴーカートなどの遊具施設や、レストランなどがある。また同敷地内に、 薩摩仙台市立少年自然の家があり、青少年宿泊研修施設として、宇宙館と共に利用されている。展示の入り口で、星座の起源とされる古代メソポタミアにちなみ、バビロニアの守護神、マルドクの画像が施設案内をする。かまぼこ型ドームに望遠鏡が収容されており、観察会は開かれた星空の下で実行される。 生展示は、毎夜観察会が行われているほか、生殖等天文イベントへのアマチュア天文家への参加勧誘などが常時行われている。仙台宇宙館のものだけでなく、アマチュア天文家の観測成果や、撮影画像等が、サイト上に掲載されている。近隣に、プラネタリウムも併設されているが、プラネタリウムが設置されているのは、宇宙館ではなく、少年自然の家であり、 プラネタリウムの一般外来者向け利用は年1回の一般公開日などに限定されている。10時から21時まで毎週月曜大人500円、小中学生300円。ありがとうございます。